1992年6月30日の日食は、1992年6月30日に観測された日食である。ブラジルとウルグアイ両国の小さい部分で、回帰日食が観測され、南アメリカの大部分、アフリカの南西半分及び以上の地域の周辺の一部で、部分日食が観測された。回帰帯が通過した回帰日食が見えた地域は主に南大西洋で、 陸地は月の本、影が地球上で通過した最初の場所、日の出とともに、回帰日食があったウルグアイ南東部と、ブラジル全国最南端のリオグランデドする州南部だけだった。また、回帰日食が見えなくても部分日食が見えた地域は、ペルー南東部、チリの北半分、アルゼンチン中北部、ボリビア全国、パラグアイ全国、ウルグアイ全国、ブラジルのほとんど、 フォークランド諸島、西アフリカ南部、中部アフリカ南西部、南部アフリカ全部、東アフリカ南部、大西洋中南部の島々だった。海気帯のうち陸地が極めて少なく、しかも日の出のすぐ後に海気色があり、太陽の行不角が3度未満だった。飛行機で南大西洋の中心部上空で観測すれば、海気色の持続時間が 最大10分間に伸ばすことができ、しかも天気の影響は一切ない。しかし、航空機の巡航能力とコストのため、経済的に実行可能な飛行計画は、南アメリカ大陸に比較的に近い洋上の上空に行き、約5分から6分間の回帰日食を見ることだった。アメリカ、カナダ、ブラジル、ドイツ、日本、イギリスなどの国からの48人が、 ブラジルバスプ航空のマクドネルダングラス DC-10 旅客機に乗り、リオデジャネイロから南大西洋上空へ行き、回帰日食を観測してまたリオデジャネイロに戻った。乗客が飛行機から降りた後、機長は飛行機を操縦してサンパウロに戻った。出発スケジュールの影響と空中の風による臨時的な速度調整にもかかわらず、パイロットは 飛行機を予定時刻と1秒未満の時間差で月の本陰に入らせ、乗客は回帰日食の観測に成功した。また、離陸前に意図せずに飛行機を降りていなかった、グランドスタッフの一人は偶然で回帰日食を見る機会を得た。パイロットも回帰日食に魅了され、回帰食の終わりのあと数分間に月の影が遠くへ移動する様子を見つめ、戻ることを忘れた。 機長は、これが、食についてから最も珍しい飛行だと発表した。バスプ航空は、リオデジャネイロプラネタリウムにもボーイング737両各機を提供した。プラネタリウムのスタッフ、現地の天文クラブのメンバー、政治家、有名人なども、この飛行機を乗り、回帰日食を観測した。ありがとうございます。